今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万823人でした感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の1万823人ですきょう確認された新たな感染者のうち528人は家族の感染などで濃厚接触者となり症状が出たため検査を受けずに医師が陽性と診断した患者です 前の週の同じ曜日を1870人下回りました。そして直近7日間の平均の感染者数は9712人で、前の週と比べると87.9%になっています。感染者を年代別に見てみますと、10歳未満が2292人で最も多く、次いで40代が1880人でした。 65歳以上の高齢者は620人でした重症者ですが昨日からは3人減って64人です重症者用の病床使用率は昨日の時点で25.9%で全体の病床使用率は今日時点で44.9%となっていますまた70代から90代の男女28人の方の死亡が確認されました